いつも応援いただきありがとうございます。今日は私からご報告があります。自分は来年の1月から2月いっぱいまで活動休止をさせていただくことになりました。理由は体調が優れないことがあり、心身ともにお休みが必要だなと思い、活動休止をさせていただきます。ただ、今決まっている1月15日、16日の自分の誕生祭、そして2月4日のバケ会さんのワンマンライブは出演させていただく予定です。決して辞めるわけでもないし、3月には必ず戻ってくるのと、来年の5月からはツアーがあるので、自分はそれに向けて5月からの1年間も駆け抜けていくつもりなので、そのための準備期間だと思っていただければと思います。この動画を見てびっくりさせてしまったり、不安な気持ちにさせてしまってすみません。でも3月には必ず戻ってくるので、皆さん安心して待っていただければと思います。真帆と琴音の今後の活動についてなんですけども、1月2月は遥かが安心して戻ってこられるように引き続きチェゴチャンネルの YouTube をアップさせていただきます。そして SNS 等ももちろん活動させていただきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。